テスです。皆さんこんばんは。KTC 放送局の高田信彦です。今日はね、みんなが日本国全員が見たかった夢のカード、朝倉未来選手対朝倉海選手、夢の兄弟対決をね、今日はお送りいたします。これはありえない。見てください、これ。朝倉海選手、これ出身メキシコになってるけど、これ出身がメキシコの国旗だったな、今これ。審判、これメキシコの国旗じゃないか、これ。朝倉なんか鼻長くなってねえか、これ。朝倉海選手、これ鼻のちょっと伸びた。メキシコで何があったんだ、これ。ちょっと鼻伸びたね、これ。入場シーンもちょっとなんかテンション高いね。ちょっとこれ様子がおかしいぞ、弟。メキシコで何があったんだ、これ。ちょっと鼻が高いな。ちょっとね、まあ。出ました。生きる路上の伝説、朝倉未来選手。これちょっとライティング、これ会場のライティングのせいかな、これ。顔がちょっとこれライティングかな、これ。会場のライティングのせいかな、これ。ちょっと顔がなんかちょっと違くねえか、これ。別人だ、これ。ケンタ店長、これ別人じゃないですか、これ。別人。2人ともテンションおかしいしね、これ。エディットパーツが少なかったんでしょうね。いや、かろうじてこれ、甲斐の方ね、甲斐選手の方はちょっとかろうじて顔が似てるような気もするけど、メキシコの国旗背負ってるな。高田信彦の調子も良くないしな、今日。ちょっと風邪気味で。いや、これちょっと、会場のライティングなんだろうね、これね。顔が2人とも違って見えるな、これな。これ今日ちょっとモノマネの質も低いけど、ちょっと、ほら、弟の様子おかしいぞ、これ。メキシコでなんかこれ決めたな、これ。メキシコで決めてきたな、これ。 ちょっとこれ、ライティングのせいもあるんだろうな、会場の。埼玉スーパーアリーナだったらこうは言ってなかったね。埼玉スーパーアリーナだったらもう少しまともに見えたんじゃないかなと思う。会の様子がおかしいぞ。若干、ちょっと鼻伸びたな、これ。鼻インプラント、これ。鼻インプラントじゃねえか。ブリッジしたな。 これ朝倉選手ね。朝倉未来選手。もう、堀口教授と足して2で割ったような顔になっちゃった。これライティングだな、これ。ライティングのせいだな、これ。ライティングのせいだ、これ。ちょっと堀口チックの顔な。甲斐の鼻がどうにかなっちゃってるよね、これね。ちょっと見ていきましょう、衝撃の兄弟対決。ケンタ店長的にはね、ちょっとね、これね、一生懸命作ったらしいんですけど、エディットパーツがね、どうしても足りなかったと、いうことで、こんなことになってしまいましたと言ってました。試合始まってます。ミクル選手、動きがおかしいもんね、これね。なんで会場が盛り上がってんだっていうの。
日だからまあまあいい。フック、ロー、はい、いいコンビネーションだ。なんか素人時代にタイムスリップしてるような感じがするけど、大丈夫これ。これ素人の殴り合いみたいな、あれだな、これこの2人とも原点に戻って殴り合おうじゃないかというような、なんかモノマネの質も低いな今日本当に、ごめんな。高田伸彦です。衝撃の泥試合だなこれ。これもう俺たちは何を見させられてるんだこれ。これ誰と誰がこれ何をやってんだこれ。もう誰と誰がこれ何をやってるのかよく分からなくなってきたよ信彦。黙って見てようかな俺。実況のしようがないよね。ひどいなこれ。ねえ、そもそもこれライティングのせいかわかんないけど別人なんだよなこれ。2人とも辛うじて、ね、弟の方はちょっとまあ似てもなんか似てもいるかなとは思うけど、高田信彦的にはなしです。兄貴の方なんてもう誰なんだよこれ一体。売れないラッパーみたいになっちゃってるよねこれ。やっぱ地下格闘技なんかこれなんかしょぼい地下格闘技見させられてる感じなんだけどこれ。一番怒ってるのはこれリスナーの皆さんですよね。誰なんだよこれ。お前たち一体誰なんだよ。こんなにリプレイ、これ、やめてくれ、これ、リプレイ。飛ばしてくれ、これ。知らない人と知らない人が殴り合ってるようにしか見えない。信彦は。信彦自身ももう、誰のモノマネしてるのかわかんない。誰なんだよ、お前は、これ。一番ピークがこの美女2人のシーンだね。でも俺ね信じてほしいんだけどね、これ一生懸命作ったんだよ。これ数時間かかってるからねこれ。これミクル選手作るのに1時間以上かかってるからね。すごいね、これ彼女とね相談しながらねすごい一生懸命エディットしたんだけどね、アジア人のパーツが足りなさすぎてこんなことになっちゃったの。どっちが勝ってもいいよこれ。審判が勝者だよ審判。ベルナルド審判。これ決まるんじゃないかこれ。これ決まるんじゃないかこれ。決まったなこれ。決まってくれ。よかった今日英子ちゃん呼んでなくて、ノリカも呼んでなくてよかった今日。売れないラッパーが勝っちゃったよ。もうやめてくれリプレイ。これこんなにリプレイに腹が立ったの初めてだな信彦は。悪夢だね、悪夢だよこれ。誰なんだよこれは。言ってよ誰だ。ちょっと弟の方はまだちょっとねないこともないかなみたいな顔してきて、誰と誰が何をやったんだこれ。
なんだこれ。ごめんなみんなこれ。本当に。こんなことになると思ってなかったんだけど、これ。せっかく作ったから、なんとか見せようと。無駄にはしたくなかったんだ、これ。ゴールデンウィークの数時間を。貴重な数時間を無駄にしたくなかったんだよ。ごめんな。KTC 放送局の高田信彦でした。さよなら。どうも、皆さん、すいませんでした。ゆ、え、うわ、短歌これ。